ノボロシアは18世紀末にロシア帝国が征服した国会北岸部地域を指す歴史的な地域名である。新しいロシアを意味する。これにはザポロージャの市チの支配権の南部、そしてザポロージャとそれ以前にオスマン帝国とクリミア半国が数世紀にわたり支配してきた国会北岸との間のステップが含まれる。行政上新たに統合された地域は ノボロシースク県といい県とのノボロシースクとともに、ノボロシースク県として知られていた。19世紀に、ノボロシアは、国海北西岸の主要な港であるオデッサに置かれる、行政府の名称となった。ノボロシアは19世紀の初めに、急速に都市と村、入植者のための農地を開拓していった、ロシア人の急速な移動のために変化していた。この地域は、ロシア帝国陸軍と、 その対抗勢力との間での熾烈な争いの結果、荒廃した後に完全に再建された。オズカレ、アッケルマン、ハジベー、キンブルンといったトルコの主要な要塞とその他多くはロト戦争の間に征服され、破壊された。そして新しい都市と居住地がここに建設されていった。エカテリーナ2世は南下政策を進め、オスマン帝国とたびたび戦争をした。 ノボロシアは18世紀のクレメンチュークから管理されるノボロシース区県の設立に始まる。歴史的にこの地域は荒野と呼ばれており、科学的、歴史学的な情報は欠如している。そこが大まかに現代のウクライナ南部とロシア南部の領土となった。西部はワリトアニア大公国の荒野として知られ、続いてオスマン帝国の自治地域のエディサン州としてなり、 かつてキプチャクハン国の征服の時代に移り住んだタタールの一派、の外人が居住していた。ロシア帝国はヘイチマン国家との条約と三度にわたるロト戦争の結果結ばれたオスマン帝国との講和条約によって徐々に統治権を確立した。ロシアはまたロシア人の入植のために不要になったため、ウクライナコサックの軍事組織である シーチのザポロージャのシーチによる自由国を強制的に解体した。18世紀末の入植はエカテリーナ2世にこの地域の統治の絶対的な権力を与えられたグリゴリーポチョム近郊が主導した。土地はロシアの貴族に分配され、濃度とされた農民が人家もまばらなステップの開発のために送り込まれた。エカテリーナ2世はヨーロッパからドイツ人。 ポーランド人、イタリア人、ギリシャ人、セルビア人などの入植者を新たに征服した土地に招いた。後に東部地域に住む人々はよりロシアよりの傾向になった。かつての新しいロシアではロシア語は都市といくつかの外の地域での共通語であった。その頃、ウクライナ語は農村部や小さな都市や村落では広く使用されていた。その歴史とともにギリシャ人コミュニティ、 ブルガリア人コミュニティ、アルメニア人コミュニティ、タタール人コミュニティとその他多くのコミュニティを含む民族構成が形成された。1922年、この地域はボリシェビキによってウクライナソビエト社会主義共和国の一部となった。今日ではこの言葉はウクライナのドネツィク州、ルハーンシク州、ドニプロペトローシク州、ザポリージャ州、ムイコラーユ州、ヘルソン州、 オデッサ州とクリミア自治共和国、セバストポリ及びロシアのクラスのダール地方、ロストフ州とアディゲ共和国を包含する。2006年ウクライナ議会選挙、しばしばロシア語保護に変わる意見を述べる地域党が南部ウクライナで多数を獲得した。同地はノボロシアがかつて存在した土地である。2014年に ウクライナでの騒乱を契機に、クリミア自治共和国が独立を宣言した上に、ロシアへの編入の是非を問う住民投票を同年3月16日に実施し、ロシア編入が圧倒的多数で決定すると、ロシアはこれを承認した。この頃からロシアでは、マスメディアを中心に、クリミア半島に接続するウクライナ南部の国会北岸を地域ノボロシアと呼び始めた。 ドンバシ地域では親ロシア派の分離、独立運動によって、ノボロシア人民共和国連邦が結成され、親欧米のウクライナ中央政府と紛争になっている。植民時代の都市の多くは、兄弟都市になっている。ありがとうございます。